はようございます。今回は滋賀県の伊吹山に来ております。今回はこちらのソニーアルファ6000で写真だけ撮って、動画はそちらの GoPro Hero 7でやっていこうと思います。はい、ここからですね、多分伊吹山の登山道を登っていきます。この服は新しく買いました。すごい気に入ってます。じゃあ登っていきます。伊吹山は日本百名山にも選ばれてて、僕今回登るの初めてなんですけど、すごい楽しみですね。もうすでにここからある程度眺望が楽しめます。山が見えてきました。ここは雪山でもすごい有名な山で、まだ雪は積もってないですけど、雪が積もるとすごい綺麗になるみたいです。また雪山になってから登ってみたいですね。200円で全部売り切れになってます。よし、コーラいただきたいと思います。じゃあお疲れ様です。うまっ。なんか登山道もすごいずっと開けたままで登りやすいですね。じゃあ、お昼ご飯作ってきます。はい、お昼ご飯食べ終えて、また今から頂上を目指して登っていきます。すごい琵琶湖が広大に見えて綺麗です。じゃあ引き続き登っていきたいと思います。少しで頂上着きます。はい、頂上に着きました。さあ、こんな感じで降りてきます。すごい、もうそろそろ夕日になりそうですね。ススキと夕日がすごい綺麗です。だいぶ下の方まで
下山してきました。今日はこれくらいで終わりたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。